広電3702回3701号。広島駅広島電鉄3700系電車とは、1984年に登場した広島電鉄の路面電車である。愛称は、グリーンライナー。広電では3500型に次ぐ連接車である。アルナ後期で製造された。先代の3500型と異なり、抵抗制御、平行カルダン駆動方式と手堅く作られた。 もっとも、カルダン駆動は3500型を除けば、広島電鉄では初採用となり、日本各地で和製 PCC カーと称された、カルダン駆動の新型車両の多くが保守の難しさ等から短期間の運用で終了したり、路線の廃止後他社に引き取られないなどの浮き目にあった、日本の路面電車史を鑑みれば、約20年に及ぶ日本の路面電車の技術的空白を埋める、 大きな進歩を反映した車両となった。路面電車である市内線と鉄道線である宮島線を直通運用できる車両である。行き先方向幕に英文兵器を始めたのはこの形式が初めてでもあり、デビュー当時はもう一文字の方向幕を装備していた3500型と比べてイメージもやや近代化した。この車両はヒット作となり、 当時乗客が減少していた広島電鉄は持ち直した。一方、宮島線と並行する当時の国鉄では、本形式がデビューする前の1982年により、広島地区に導入されていた列車本数の多いフリークエンシー型ダイヤを強化し、宮島線に近接する新駅の設置などの対応策が取られることになる。2005年7月に3701が、 地元マンションの全面ラッピング電車になった。連接車では初の全面広告車である。このラッピングは2007年10月に標準色に戻されている。2019年8月、3800系に編成が仙田車庫へ転属したことに伴い、3701、3702編成が荒れて車庫へ転属。現在は全編成が宮島線を担当する。なお、 平日はさら主事の例合線にも充当されることがある。3701984年に製造された車両である。速度制御装置は設置されていない。車内の握り棒の形状が他社と異なる。3702985年に製造された車両である。この編成から速度制御装置が設置され。 規定速度に達すると速度警告ランプが点灯し立候中でも加速を止める3703986年に製造された車両である3704から3705987年に製造された車両であるこの二編成は幕の位置が他の3700型と異なり車掌窓上に設置されているまた空調制御装置が C 社一大設置となっている、その後の量産は3800型に移行した、突起がある場合を除き、2019年8月、現在の状態を示す、ありがとうございます。